振られることになっても自分を責めなくてもいい理由、今日はこのテーマについてご案内します。僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しください。またチャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いします。人と人が出会えばですね、別れは必ず訪れるんです。その別れがあなたから申し出たことについてはあなたはそれについて納得できるじゃないですか。なぜならばあなたがそうしたいと思ってそうしているから。しかしお相手から別れを告げられるとですね、いろいろ考えちゃうと思うんですよね。なんでだろうと、あれが原因だったんじゃないか、これが原因だったんじゃないか、私のこういうところがいけなかったんじゃないか、私のこういうところがダメだったからじゃないか、だから私は嫌われたんだ、そんな風にね、ついつい考えてしまって、苦しくなっていって、そしてどん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 こう自分のね、イメージを下げていく、まあ、自己肯定感がねどん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 下がっていってしまう、結果的にさらにね、まあ幸せから遠ざかっていってしまうなんていうことは少なくないと思うんです。ただね、そういう時によくよく考えていただきたいのは、お相手はあなたに対して別れは告げたかもしれませんが、あなたのことをね嫌いと言ったのか、あなたに問題があると言ったのかというと多分そうじゃないと思うんですよね。もちろんね、なんか朝晩毎朝ね彼の家で待ち伏せをしていたとかね、何か彼の、大切なものをね傷つけたとか、まあ本当にね朝昼晩一日ね160件ぐらい LINE 送ってくるみたいなね、まあ人としてちょっとドン引きするようなことをしていたのであるならば、それは嫌われてもしゃあないねということでね、まあそこはちょっと多少はね自分を責めてというか、そこは反省をした方がいいとは思うんだけども、まあそうじゃなければね、そうじゃない、よっぽどこう社会的なというか人としてその道を外すようなことをしたとか、お相手に迷惑をかけたということでなければ、あなたはね別に自分をそんなに責めなくてもいいんじゃないですか。振られることになったとしてもね、お相手はなぜあなたを振ったのか、なぜあなたと別れることを選択をしたのかというと別の選択をしただけの話なんです。そうね、例えばミスタードーナツに行くじゃないですか。ミスタードーナツに行ってね、ポンデリングがありました、エンゼルフレンチも横にあると、どうしようかな、あ今日はポンデリングを食べようと。それはエンゼルフレンチが嫌いなわけじゃないんですよね。今は自分はポンデリングがその人にとっては必要なポンデリングを選んだだけで、エンゼルフレンチを否定してないんですよ。食べたいんです、食べたいけど今どっちかしか食べられないとなったらポンデリングを選んだ、ただそれだけなんです。まあ彼にとってはそれがね、仕事なのか、まあ場合によっては他の女なのかもしれないし、ね、まあもしくは なんかのっぴきならない家庭の事情なのかもわからんし、あなたが嫌いだから別れると言ってるんじゃなくて、それ以上に彼にとって優先事項が高いことがあったから彼はそれを選んだだけの話なんです。あなただってね、人に別れを告げる時のことを考えてみていただきたいんです。その人がね嫌いだからもう無理だからっていうふうにね、別れること、それは確かにあるでしょう。そういうこともねあると思います、ゼロじゃない。ただ多くの場合ですよ、多くの場合どちらかといえばね、他に優先事項、まあ他にいい男がおったからとかね、他にもやっぱりやんなきゃいけない仕事のことがあるとか家庭のことがあるとかね、さまざまないろんな要素が重なってこっち取らなきゃあかんよと、彼と一緒にいる時間よりもこっちで使う時間の方が大事だからということになったからそっちになっただけの話で、彼が嫌いだからっていうとねそうじゃないじゃないですか。それは彼、まあもしくはねあなたの大切な人も同じ話で、あなたが嫌いでうわもう顔も見たくないわとかね、もう最悪もう人として全然関わりたくないということであなたを否定してそれが嫌だから離れていくんじゃないんです。好きじゃなければ嫌いっていうことはないんでね、好きでもやっぱり別れなきゃいけないときは好きでも他に優先事項が高いことがある、彼は彼の人生を歩んでいるだけの話だから、あの人はあの人で自分でね決めた道を歩んでいくためにその必要なプロセスを自分で選択をしているだけなんです。その必要なプロセス優先事項の中にあなたはたまたま入らなかっただけの話であって、
別にあなたがね、女性としてとか人としてとか、まあ、男としてということでダメ出しをされてるわけじゃないわけですよね。だからそこはね、勘違いをしない方がいいですよ。そしてね、そうやって別にダメ出しをするようなあなたに対してね、もう人としてダメだというような否定をするようなお相手と今まで付き合ってたわけじゃないでしょ。お互いにリスペクトし合って、お互いを大切に思い、お互いのね、人間性を認め、そして好きだなと思って一緒にいたわけじゃないですか。お相手だってね、そう思って一緒にいたわけですよ。それをね、もうお前は最悪だみたいなね、ことでこうほっぽり出されるということじゃないので、まあ残念だけども、彼はまたあの人はね、自分の道を選んだ、あなた以上にたまたま他にね、その場その時その瞬間重要なことがあったからそっちを選んだだけのことだから、それでね、彼を責めるとか自分を責める必要はね、全くないんです。もちろんこれは他の動画でもね、何度も言ってますけど、ある程度反省すべきことは反省をしなければいけないし、過去を振り返ってね、その振り返りの中から、あ、こうした方がもっと良かったなと思うことがあれば、それは未来に生かしていけばいいこと。ただ自分をむやみやたらに責めてね、あれがこうだったんじゃないか、あの時のね、送った LINE の一言がとか、あの時電話でね、なんか余計な一言言ったからとか、そんなのはね、直接的な原因じゃないですよね。まあ究極的に言えばご縁がなかったっていうのもいつも言うようにあるんだけども、でもそれ以上に大事なことは、まあ、あの人はあの人の道を行くようになっただけの話であってね。で、あなたはあの人のその選択肢に入らなかっただけの話であって、それは嫌いとか、ダメだっていうことではなくて、あくまでも選択の基準が他の方が高かっただけの話であって、今はそこに入らなかっただけの話。しかしあなたはあなたでね、別に彼に選択されることだけは人生の全てじゃないわけだから、今度はあなたはあなたで自分自身で選択をしていかなきゃいけないわけだから、その中でね、じゃあ次、自分の未来を作っていくためにどんな選択をしていけばいいのかということを、そこを前向きかつ生産的に考えていかなければいけないんですよね。自分を責めてるね、暇なんかそうそうないです。自分をね、こう、貶めて、自分で自分のね、悪いところを上げつだってね、あれこれ言って、自分で自分を苦しめてたところで、まあ、得することがあるんだったらね、それやった方がいいんだけど、あんまないんでね。まあ、もちろん、ある程度ね、まあ、落ち込むことは落ち込んでいいし、まあ、泣きたきゃ泣きゃいいんだけども、でも、ある程度のとこまでやったらね、あとは、ね、何が良かったか悪かったかじゃなくて、まあ、たまたま結果、そういうことだよね、ということを、まあ、どっかでね、どっかで割り切って、吹っ切って、前に進んでいかないと、その経験っていうのもね、次に生きないし。そして、せっかくね、まあ、別れたとしても、関わった人とのご縁じゃないですか。そして、一緒にいた時間っていうのは、あなたにとって貴重な経験だったりするわけですよ。それをね、過去の否定的な悲しい出来事に変えていくのではなくて、あなたにとってね、前向きで、ああいう経験があったから今の私があったんだと思えるような未来に変えていくためにもね、あまりこう自分を責めずに、まあ、しゃあないねと。あれは、あの人の選択だからと。いうことで、そこをね、納得して、前に進むようにしてみていただくと、まあ、いつまでもね、こう、あまり自分を責めずに、ある程度はね、責めてもいいんだけど、責めすぎないところに留まって、次ね、切り替えて、執着を手放して、前に進んでいくことができるのではないでしょうか。